イスタラフシャンは、タジキスタンソグド州にある都市である。イスタラフシャンは、トルキスタン山脈の麓北部に位置し、ソグド州の州都ホジェン土からは78キロメートル南西にある。イスタラフシャンは、ソビエト連邦時代は、ウライコール・トゥーベと呼ばれ、都市の歴史が2500年以上であるなど、タジキスタンでも、有数の歴史ある都市として知られていた。2000年以前は、ロシア語では、 ウライコール・チューベ、タジク語では、ウロテッパ、トルコ語では、ウラテペという名前で知られていた。表記としては、イスタラフシャンの他に、イスタラウシャンや、イストラフシャンなどがある。町は、北部と西部をウズベキスタンとの国境に、東部をキルギスとの国境に接している。町全体の面積は、約1830平方キロメートル、2013年時点。 の人口は約5万8000人であり、市民の大部分はウズベキスタンやキルギスなど国外で働いている。アケメネス町の最大半島を示した1923年の地図。クロポリスはアケメネス町の領土の北東の端およそ北緯40度統計69度、北緯40度統計69度、4069の地域に位置し、これは、 イスタラフシャンとほぼ同じ位置に相当する。1923年に制作された地図によると、古代クロポリスは、現代のイスタラフシャンとほぼ同じ地域に存在していたと考えられている。ありがとうございます。